私はるちゃんどれ買ってくれたの。はい、ということでですね、たこ焼きパーティーが無事に終わりまして、ちょっともう今は、1.5 次回だね。こんな時間がすぐに経つと思わなかった。マジでバグってる、ね、バグる。3人だったんです、時間。だから言ったじゃん、最初のさ集合時間そんな遅くていいのってさ。いや、私の中で5時は早いと思った。私も思った。え、だって私の中で多分1時ぐらいは想定してたの。え、5時、早くね。1時からでしょって思ったの。それはね、ランチ、それはこうなるさ。さるちゃん正しいね、今回は。うん、うん、でもまた遅刻してでも一番遅かったということですね。今からですね、この YouTube を見てくださっている方よりライオンズのグッズですねをいただきまして、それがうちの事務所にこう届いたということで、まあ、このね機会にちょっと開封をさせていただければというね、開封動画を撮っていきたいと思います。では早速ちょっと段ボールをいいですか。じゃーん、じゃーん、じゃーん、でですね、この開封動画を撮るって言ったにもかかわらず、まなちゃんが勝手にこれを開けようとしたっていうので、ここまで開いてますということで、開けます。 I got ready? イエーイ。あ、待って、めっちゃ丁寧だよ。え、待って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 、ちょっと素晴らしい。え、ちょっと待って、いくよ、うん、まず第1弾。わあ、待って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 、栗山様の2019年度。マジ、え、マジか。え、ちょっと待って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 、ちょっと待って、ちょっと落ち着きたい。一旦落ち着きたい、一旦落ち着きたい。かっこよい。チャンピオンのね、あの2019年優勝の時の栗様、かっこいいな言葉を失うという。ちょっと畳んでどっかに置いても見えるところに置いても。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここに、じゃあその次いきますね。かっこいいね。こちらいっぱい入ってんの。あ、こちらね、私たちもあの、うん、開封したね、うん、あのあれだね、父の日のやつですね。辻監督か。私辻監督ないの。私、いや、私ね、松井か、ひ、松井監督ない。辻前監督、松井秀夫監督。え、カズオだよ。え、松井秀夫でしょ。カズオだよ。あ、松井、ごめんなさい、嘘。松井監督、あ、私ないわ。ってことはこれはもうはるちゃんにっていうことで。あ、いや、私全職コンプリートするわ。そう、私はあの平石コーチと思ってます。辻監督はないです。そして松井、はい、目覚めろ獅子の魂ということで。あー、これ嬉しい。ポケット人生ゲーム、これ嬉しいね、めちゃめちゃね。そしてライオンズの L カードカードコレクションリアルカード Thanks for the 2020 birth。 あ、これ後で開けよう。22。あれ、すごいいっぱいくれたじゃん。そして最後こちら、だらん。え、それ何？これね、ブランケットだと思うよ。お、マヨ持ってないでしょ。持ってないな、私。これすごく良いよ。あったかそう。これはみんなで寒いから。かわいい。あ、めっちゃ気持ちいい。気持ちいいね。めちゃめちゃ気持ちいい。職場で愛用してます。気持ちいいこれ。待って、これ動画撮れてる？え？見てきた。見てきて。え、最初のめっちゃけぽん。あるでしょ。くさ。撮れてるじゃん。撮れてるわ。これじゃん、いいじゃん、マヨよ。いただきな。ありがとうございます。これじゃあみんなでね、なんかあった時に使えるように、あのみんなで見る時に持参します、うん、はい、ブランケット、ここかわいいね。9番います。5番いますね。アミョンです。3番いますね。トモさんいる？ここ、いるね。これ本当あったかいの。いや、そしてじゃあそのカードですね、どちらか開封してください。あ、じゃあどうぞ。ハサミないの？あ、はるちゃん。ハサミいる？自分で動く。いや、私こういうのちゃんと開けたいよ。使命感働いてるやん。ジムジャ。まずこれね。
まずダーラン夏おく夏おくあ夏おく、あ、もう今年来るわ夏おくね、やっぱね今年来るね。はい、その次いきます。ダーランあ、マッスーさん、マッスー。そして一番最後はデルン。あ、なんかすみだくん本当にいいメンツじゃない。すみだくん頑張ってほしいし ね。ありがとうございます。サンクスフェスタでのカードだ。あ、じゃあはい、どれだ。じゃあ じゃあ上から左、左、真ん中、右、真ん中、左、左、今じゃんもうこれ真ん中。お、やっぱぜお、立つじゃない、まっすぐ。すみだくん、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に感謝ですね。ということでですね、今からですね、これをこう食べながら、目指す優勝に対象年齢6歳以上、タカラトミーからのポケット人生ゲーム、目覚めの獅子の魂を、していきたいと思います。